皆さんこんにちは。今回の動画は僕が去年撮ったポラロイドからベスト10を紹介します。最後まで見てくれると嬉しいです。そしてチャンネル登録をお願いします。10位、東京タワー、モノクロフィルムで撮影しました。時間は日没後です。タワーの光と空のディテールが残ってます。車のヘッドライトの流れぐらいも気に入ってます。9位、アイスコーヒー、カフェスズククリスタンで撮影しました。緑色の壁と深いブラウン色のアイスコーヒー、氷もきちんとわかります。8位、夜のポートレート。この不思議な効果はフィルターを使っています。プリズムレンズ FX というメーカーのカレイドスコープというものです。手で持って位置をずらして撮るのですが、意外と難しかったです。7位、これも夜のポートレートです。モデルは写真家の石川隆一さんなんですが、フラッシュがつかなくて10秒くらいスローシャッターになってしまいました。失敗なのですが、街灯が流れて顔にかかっているのが逆に気に入ってます。6位、桜とポートレート、モノクロフィルムです。これは新しく復活したポラロイド社のワンステッププラスで撮りました。ボックスカメラですが、条件が良いとクオリティの高いポラロイドを撮ります。SX17 より若干ワイドレンズなんですよね。5位、バラ。僕はホームステイ中、ずっと花のポラロイドを撮ってきました。バラが一番多かったですね。黙々と部屋にこもって花を撮ってましたが、結構楽しかったですよ。4位、商店街でのポートレート。この場所とモデルさんは初めて撮ったんですが、とても雰囲気のあるポラロイドになりました。蛍光灯のフレアが顔にかかってるんですが、それも味があって好きです。3位、ミモザとポートレート。いつもより明るく撮りました。それが良かったようです。ミモザの黄色がとても印象的です。2位、深夜の道路。普段は交通量が多いので深夜に撮りに行きました。 ND フィルターを使ってスローシャッターになるようにしました。途中でカメラを左右に振って光を動かしたんですよね。皆さんも挑戦してみてください。1位、砂浜のポートレート。僕はシルエットが強いポラロイドは好きなんですが、このポラロイドを背景を狙って撮りました。白い砂浜が反射して自然のレフ板になってます。波のラインも残ってるのがすごいですね。どうでしたか？最後にカメラやフィルターなどのデータです。ほとんどのカメラはミント SLR670 で撮影してます。 F 値は8固定なんですが、シャッタースピードがマニュアルなんで失敗することが減りました。